株式会社池田パンは、鹿児島県南薩摩市に、本店、愛良市に本社を置くパン、惣菜などを製造、販売する食品メーカーである。山崎製パンの関連企業であり、配送トラックのカラーリングも山崎に準じたものとなっている。池田パン配送用トラック南九州を、証券エリアとする製パンメーカー。かつては、北部九州も販売エリアとなっていて、 同じ九州を本拠とする両友パンと共に九州最大の製パン会社であった。しかし、1986年に会社構成法の適用を申請して、以降、北部九州地区での販売から撤退した。現在は山崎製パン傘下のもと、鹿児島最大の製パン業として日々歩み続けている。かつてはデイリー山崎とサブフランチャイズ契約を締結し、 鹿児島県内のデイリー山崎のフランチャイザーであった。現在は事業を撤退し、鹿児島県内の店舗は消滅した。アイショップとは株式会社池田パンが運営する日本のコンビニエンスストアである。現在は鹿児島県、宮崎県、大分県に店舗があり、離島にも出店している。ピーク時には福岡県にも存在し、60店舗以上に上っていた。映画 秒速5センチメートル、君の名は、に出たことで話題になった。ただし、君の名は、の舞台の岐阜県には出展していない。池田パンが運営するコンビニ、アイショップ。写真の店舗は、秒速5センチメートルに登場し、君の名は、劇中で外観が描かれた指導店、公式サイトマイナス閉鎖。2016年時点でのアーカイブ。宮崎、なぜ、 大分、種子島重富工場、鹿児島アイデリカ工場、宮崎、アイデリカ工場。ありがとうございます。